ロッキード社が F-35 戦闘機の生産数を150機から100機へ減少すると衝撃の発表を入手しました。今回はこの F-35 戦闘機生産減少の原因を詳しく見ていきますね。最近導入した TR-3 のソフトトラブルで TR-3 を搭載した F-35 戦闘機の納入を一時停止しているみたい。まさか。今や、日本を含むアメリカの同盟国、及び友好国にとって、導入する戦闘機のディファクトスタンダードといっても、過言ではないほどの勢いを見せているのが、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2である。現時点でも、いわゆる第5世代機と見さされている、量産型の戦闘機は、世界的に見ても、アメリカの F-22 ラプター、F-35 ライトニングに、中国の J-20、ロシアのスホイ57の、わずか4機種しか存在しておらず、希少な機体である。その中でも、アメリカが、世界初の量産型の、いわゆる第5世代戦闘機として、世に送り出した F-22 ラプターは、自国以外での使用を認めない政策を取ったため、海外に輸出されることはなく、すでに生産ラインは閉鎖されている。それもあり、いわば F-22 ラプターの近代化版で、簡易版とでも言うべき F-35 ライトニングには、もともと、本国のアメリカと、その、同盟国たるイギリス、及び、カナダの複数の航空機を一機で代替することを前提として開発された。この F-35 ライトニング2の開発プロジェクトは、JSF、ジョイントストライクファイター計画と称され、日本語では、統合打撃戦闘機計画と訳されることが多いが、対空戦闘に止まらず、対地戦闘や電子戦にも高い能力が要求された。加えて、この JSF、ジョイントストライクファイター計画によって製造される機体は、一つの基本型を、ベースに、通常滑走路使用、短距離離陸、垂直着陸が可能な使用、航空母艦のカタパルトに対応した仕様の3つが用意された。こうした用途に応じた仕様を用意。仕組みを取ったことから、F-35 ライトニングには、西側諸国で多数の採用を得る機体となった。F-35 ライトニングには、こうした3種類の機体の多用途性と汎用性の高さは、無論のこと、その最大の特徴でもある機体そのものの、高度なステルス性能、そして、F-22 ラプターをもしのぐ、強力なアビオニクスの搭載が、高い評価を得たと言えよう。アメリカ空軍が、2016年8月に行った、模擬空中戦の演習、ノーザンライトニングにおいては、F-35 ライトニング 2A 型は、対峙した F-16 ファイティングファルコンに対し、27対0という干渉を収めたと報告されている。この結果は、下馬評や製造元のロッキード・マーチン社が喧伝してきた通り、機体そのものに高度なステルス性能をまとった F-35 ライトニングには、そうではないいわゆる第4世代機とは比較にならない。他の機体との比較を行っているが、いずれも、こうした実例通りの能力を、F-35 ライトニングには発揮しており、今の地位を確立した形だ。中国の J-20 やロシアのスホイ57も、一応は F-35 ライトニングに同様に、いわゆる第5世代戦闘機というカテゴリーでくくられてはいるが、機体そのもののステルス性能では、はるかに劣り、正面方向以外のステルス性でも大きく下回るとされている。ただし、近年は、そもそも、戦闘機同士の空中戦が正規すること自体が稀であり、
ことに、大国同士がそのような状況下に至る可能性は低いため、実戦における実力がその通りになるのかは、甚だ未知数だと言わざるを得ないことも事実だろう。それでも、今のロシア・ウクライナ戦争の状況を見てみると、数の上では、ウクライナ空軍のおよそ80機止めされる航空戦力に対し、ロシア空軍は、その15倍もの戦力を有していると目されているが、積極的な航空作戦は行っていない。この原因は、ウクライナ側、ロシア側双方ともが、いわゆる第4世代戦闘機であれば、相互に撃墜するに足る地対空ミサイルシステムを有していることが大きいと考えられており、第4世代機の限界を示す証左とも言えそうだ。今は、ウクライナ側が、西側諸国に、F-16 ファイティングファルコンの供与を要請しており、こうした状況下では、同機が供与されたとしても、ロシア側の持つ防空網を突破するには至らず、有効とはなり得ないとの見方も多い。それでも、個人的には、いかに、ウクライナ側といえども、F-35 ライトニング2を供与してくれとまでは主張していないのだから、各国が、拠出可能な F-16 ファイティングファルコンであれば、ひとまず供与すべきではないかと思えてしまう。さて、話を、F-35 ライトニング2に戻せば、製造元であるロッキード・マーチン社は、2023年7月18日に、今年中に生産が予定されていた、およそ150機の同機の数を、最大で100機ほどまでに減少させる可能性があると発表した。これは、F-35 ライトニング2を製造する、ロッキード・マーチン社の幹部が、同社の、2023年度の四半期の決算報告に際してコメントしたもので、今年分の同期から搭載している TR-3 というソフトの不具合によるものとされている。TR-3 の導入によって、2023年生産分からの F-35 ライトニングには、アビオニクスとしての演算処理能力の向上や、操縦性のディスプレイの仕様変更が行われていたが、このソフトウェア自体に、改修を施す必要が生じた模様だ。すでに、先月の2023年6月、アメリカの国防総省からも、TR-3 についての不具合の報告は、なされており、その時点では、TR-3 を搭載する F-35 ライトニング2について、一時的に、納入を停止とするとの報告が行われていた。今回の TR-3 の不具合による、F-35 ライトニング2の生産減少の対象とめされているのは、自国のアメリカ空軍向けの納入分以外に、ヨーロッパのベルギー、フィンランド、ポーランド向けの機体が該当するとされている。ベルギーの場合は、2018年10月に、F-35 ライトニング 2A 型の34機の採用を決定していたもので、ちょうど今年2023年から、その中の最初の機体が納入されるスケジュールとなっていた状態であった。また、フィンランドの場合は、2021年12月に F-35 ライトニング 2A 型の64機の採用を決定しており、やはり、この2023年に、最初の機体が納入される予定だったが、これは、現行の F-A18C-D を代替する計画だった。最後のポーランドの場合は、2019年5月に、現行の旧ソ連製のスホイ22とミグ29を代替する機体として、F-35 ライトニング 2A 型を32機調達する計画となっていたもので、当初は、2024年からの納入が予定されていた。これらの国以外でも、2022年3月には、ドイツが F-35 ライトニング 2A 型を35機、2023年1月には、カナダが同機を89機、2023年4月には、ルーマニアも同機の採用を決定しており、これらの国々にも影響が及ぶことが予想される。折しも、
こうしたヨーロッパ方面の F-35 ライトニング2の採用国は、ロシア・ウクライナ戦争の世紀を目の当たりにして、ロシアの航空戦力に対して、非常に有用性が高いと判断して、導入を決めた経緯があり、今後の進捗が注目される。現状では、いかに F-35 ライトニング2のこうした納期の遅延が発生しようとも、同期の代替を担い得る機体は、現時点では西側諸国には存在しないこともあり、ロッキード・マーチン社が、いかに早期に修正の目途を示すのかを待つ以外になさそうだ。ロッキード・マーチン社が、今回の F-35 ライトニング2に限らず、実に多種多様な兵器の生産を手掛けてるが、ロシア・ウクライナ戦争によって増産を求められていても、早々急な増産体制は実施できていない。この現実は、特に日本のように、兵器製造企業を死の商人のごとく非難する傾向の強い国では、真摯に受け止めるべき事態ではないかと感じられ、そうした企業が、莫大な利潤を上げるような状況は、すでに過去のものだと認識を改める機会だろう。